Why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃおうぞ。やっていきましょう。メサレということで、今回ですね、沖縄県名護市にありますラーメン鬼蔵名護店さんにやってみました。濃厚な豚骨ベースのスープが美味しいラーメン屋さんとしてね、人気なんですけど、なんとこちらに激辛メニューがあるということで今回やってきました。なんかね、以前はですね、もうやってないんですけれども、なんか15分以内に激辛ラーメンを完食すると無料になるっていうね、チャレンジがやってたそうなんですけど、2年前ぐらいですかね、まあ僕ね、それちょっと YouTube を見てきたもんですから、まあでもね、ちょっとなんか聞いたところ、もうそのチャレンジはなくなっておりまして、まあ今回まあでもそれでもね、ちょっとこう辛いラーメンがやってるということで、一応ね、今回も辛さレベルが選べます。赤鬼ラーメンというラーメンでして、赤鬼1から2から3からで、さらにこのマックスの辛さですね、赤鬼進化系ラーメン、5辛というものに今回挑戦していきたいかなと思います。今日もいい天気です。はい、早速中に入っていきましょう。レッツゴー。おお、来ました。こちらが超進化系鬼ラーメン、5辛ということで、うん、鼻を突き刺すような辛みがありますけれども、あとね、これお好みで、これニンニクがあるね、ニンニクをちょっと僕がこれ足しました。勝手にセルフ激辛チャレンジということで、ちょっと15分以内の完食を目指して、やっていきたいかなと思います。はい、じゃあちょっと勝手にチャレンジということでいきます。よーい、スタート。はい、いただきます。さあ、超若鬼系進化ラーメン、お手並み拝見ですよということで、まずね、じゃあちょっとスープからいきましょう。いただきます。おー、かなりパンチ効いてますね。うわ、うん、はい、具材はね、ネギ、これ鶏のそぼろ肉ですかね、あと糸唐辛子やら、辛さの源は、豆板醤、あと唐辛子もまあこうブレンドしてこう辛みを出していると思うんですけど、口の中がこう痺れるように聞きたくなってきました。美味しいですね。熱い。15分間に合うか。あれ、おー、うまこれスープのベースは鶏豚骨ということで、うん、非常にこうコクがあって美味しいね、この辛さが食欲を増します。さあ、残すところね、スープのみとなったんで、はい、最後これ飲みましょう。激辛バトルにケリをつけたいと思います。これ時間ないから何しよう。
ごちそうさまでした。それではサラサレブの発表していきましょう。ラーメン鬼蔵さんの赤鬼ラーメン5辛辛サレブじゃらららちの辛サレブ7でーす。7になります。はい、鶏豚骨のスープのベースですね。非常にこのコクのある味わいです。ここにですね、豆板醤、唐辛子をブレンドしたこの香辛が非常にこうスープに絡みついてこの食欲を刺激する、そんな一品かなと思います。はい、やっぱりね、これ食べ終わった後の黒椒のカリッと心地よく、痺れるそんな感覚ですね。まあ、今回ね、この赤鬼ラーメン、ちょっとこう辛いメニュー、紹介させていただきましたけれども、それ以外もですね、この麻婆麺とかも、人気みたいです。はい、ぜひ名古屋に寄ってみたらですね、こちらのラーメン鬼蔵さん寄ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画を見ればグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。月下ブログ、ツイッターなども更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ね、そうで